ニコニコ動画で、カウンタ制御を取っ払ったとき。もええ、それは外国のリアルえ？そういうのに、勝てるだろうか？そこには、重い疑念と悪夢がある。それへの対処、その最大の防壁である、カウンタ制御、はだから撤廃は非常に困難だ。旧皇帝は、自分には王の権威がある。そう偽ってそこにいた。だから排斥される。しかし。同じような技術しかない。人は、結局旧皇帝と同じ立場に置かれ、排斥。要するにか、フレームグランド PV、でも、カンコレ PV、でも、売り物にはならない、わけで。すると監督は何で、選ばれているのか？それは、技術ではない、わけだ。カウンタ数値が極端に低い人とはディレクター的な、スキルが高い。そうだろうか？結局、カウンタ制御者の胸先三寸ではそうも言い難い。履歴書に書けない。